アイドルグループ NMB48 の山本さやかが30日、東京、中野サンプラザで行われた全国ツアー、NMB48 ライブツアー2018 in SU MMER 初日公演で、グループからの卒業を発表したことを受け、AKB48 グループ総監督の横山由依が同日、自身のツイッターでコメントした。AKB48 グループ総監督の横山由依横山は、卒業、すごくすごく寂しいのが本音です寂しいな、と率直な思いを打ち明け、でもいつも NMB48 のことを、48グループのことを、引っ張って、背負ってくれているのでさやかちゃんがこれからは自分のことだけを考えられるようになると思うとなんかちょっとほっとするようなそんな気持ちもあります、と告白。さやねー、いつもありがとう、と感謝の言葉を記した。山本は講演で、ここ数年、何度も、卒業、という二文字が浮かんでは消えていたことを明かした上で、自分以外のセンター曲などを俯瞰で見たところ、私が離れた方が NMB48 の起爆剤になる、若いメンバー、新しいメンバーにこれからの NMB48 を作ってほしい、と卒業を決意した思いと説明。また、生涯現役で、もっと音楽の勉強をして皆さんの前で歌っていきたい、と生涯現役を目標に音楽活動に専念することも明かした。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。